はい、ということで、はい、質問は1個だけ？質問というか読むの？さっきの可愛いっていうのは読まないの？読む、あ、じゃあそこでちょっと時短とかみたいな。ねえ、いじる必要ないでしょ。ほらほら、うんうん、可愛い可愛い。でもその後、文章続かないもんね。一言だもんね、すごいね。あ、もうシンプルなの、一番です。可愛い。あれって多分ね、いいよ。うん。まあそうだね、シンプル。余計なこと今言おうとしたでしょ。言おうと。わかりますよ、本当に。収録に撮っとこうと思って。あ、焼肉の日早く決めたい。あ、終わったら決めよう。楽しみだ。じゃあ、まあ、何も馬力屋、馬力屋ってあるわ。あった。どの辺、場所は。めっちゃ評価高いですよ。そこ行きたいって言った。え、これめっちゃ評価高いですよ。うん、え、場所はどこ？え、やば、絶対美味しいんだ。西区だって。ああ。浅間町。ああ、じゃあ地下鉄があるわ。うん、普段行く。この間の丸の内の行くもんね。百名店に選ばれてる。あ、じゃあそこもう、そこに行きたいって言ってたよ。向こうが言ってたんだから。え、行きたい。メニューは何だ？あ、こういうな、ほら。今、さえちゃんと焼肉の話をしてます。え、高いね、やっぱり。いや、そうでもないですよ。あ、本当だ。でもなんかめちゃくちゃ人気なんだ。あ、じゃあ高級店というよりは本当に下町で安くて、下町だけ安くてでもめっちゃ美味しいんだ。そうそうそう。あ、いいねいいね。いや、好きよ、私こういうの絶対好き。これだ。お、あれ普通の店じゃん。うん、ま、町中華みたいな。でもめちゃくちゃ人気あります。こんな評価高い焼肉屋なかなか。早く予約してもらわないと取れない。これもしかして予約できないかもしれない。名古屋駅からタクシーでもいいとか。ニンニク下がりだ。すごいね。なんか俺行ったことある気がする。名古屋駅からなんか、じゃあなんか一人めちゃめちゃピアノの上手な子がいて、その子が酒飲みでどうしても行きたい焼肉があるって、なんか浅間町でしょう。なんか行ったことある気する。それ今店前見て。数日はニンニクの匂いが取れなくなるそうです。うん、ニンニク下がりっていうのメニューがもう一番人気なんだって。あ、パンも美味しいって。めっちゃ美味しそう。絶対高くないよね、そこは。うん、雰囲気的にめちゃくちゃ食べますね。あ、とりあえずマーシーさんめちゃくちゃ飲んでいいからさ。私めちゃくちゃ食べますね。うん、いやー、こんなん絶対美味しいよ。ねえ、問題は予約しないとダメだ。予約し、うん、めちゃくちゃ人気らしい。予約してもらおう、社長に。なんて美味しそうなの。平日に行けば少しはいいけど、土日はダメだね。うん、土日は祝日とかあるの。火曜日が、でも水曜日に行けばまた。木曜日収録だったらどうするの。しょうがない。一緒か、いいか。いいよ、ゲスト木曜入ったらごめんって謝る私は。で、何？ニンニクが匂わなくなる。なんかね、これだってすごく簡単だったら忘れちゃった。何？もう絶対教えてください。私、本当いつも困ってる。寝る前に何かをすると。牛乳？違う。リングです。なんか、そんなのでっていう。何だったかな。何気になる。ストレッチみたいな。なんか、追加で飲んだり食べたりします？違う。あのね、普段冷蔵庫にある。なんかね、そんなんで、何だったかな。何？意外なね、あの目から手みたいな。鱗ってか、うん、目から目から点でどういうこと。目が点なら分かるけど目から。お願いします。はい、何だったかな。はい、何持ってるよ。はい、OK。はい、だって緑だもん。あ、そうだ。はい、こっち、ここが緑。じゃあ後で電話してみよう、社長。はい、あー、焼肉の胃袋になったわ。今日は肉持ってきてないのに。ご住所もしっかり記入して今週から参加してみませんか。合ってる？合ってないよ。ロッシーニ。レポートはやだ。レポート、まあ、今週は来週、あとで言わないからね。レポート。忙しいもん。レポートやだ。はい、どこと考えないか、こっちも。はい。こっちも大変。ということで、さあ、無事に。あ、やばい、レポートだ。レポートを何しようかなって、これね。課題考えなきゃいけないんだよね。レポートって、
どうやって決めてるかというと、本当にその場の私の思いつきですよね。簡単なのでよろ、リスナーさんも簡単なレポートの方が参加する。そうだね、そうだよね、うんうん、難しいとみんなロッシーニで間違ったので、ロッシーニ、ロッシーニ風の美味しい店をいっぱい探せってやったらすぐ分かる。そうじゃ意外にそのロッシーニはもう音楽で散々やったので、私知らないのがロッシーニの料理って、ロッシーニ風っていうのは聞いたことあるけど、実際ロッシーニ風の料理のって1種類なのかいろんなのがあるのかって多分調べると出てくるよね。だからロッシーニ風って何？あ、確かに確かに。イタリア料理になるの？フランス料理のロッシーニ風とかあるでしょ。だからその辺がね、意外に私も知らないし、ロッシーニ風を食べたことがあるかもしれない。なんかトリュフが乗ってれば全部ロッシーニ風って言うのか。え、そうなの？フォアグラ？フォアグラ？あ、フォアグラか。どっち？あ、それも含めてじゃあ、決まりました。料理に言うロッシーニ風って何？教えてください。私にそう。ああ、食べる。両方間違えてない。めっちゃ美味しそう。そう。じゃあそれを調べてもらうのが、はい、だから今回音楽がありそうでなさそうでということに今決まりました。やった、やる気出るわ、最高。私こういうレポート大好き、もう楽しいものは大好き、ね、もうしょうもないね、やっぱりね。ということですけども、はい、はい、ということで、さえちゃんとじゃこの後焼肉の日にちを日にち合わせよ。私とまず合わせて何日か決めて、うん、で、社長さんのところにちょっとね、この日どっか空いてないというふうに聞くと。食べる食べる、まあ、本当に腹すいたもん、はい、あの私は食べますね、美味しい肉を食べたいんです、はい、毎日お肉食べたいと思ってます。でもさ、あの長生きする人って大体聞くとみんな肉食べまくってる、うん、そうそうそう、あの私の祖父もそうでしたよ。となると肉を食べる人は長生きするんだ。90いくつまで元気だった、ね、私も食べよう肉を。お肉食べましょう。肉嫌いじゃない。そういえばあの、いきなりステーキって昔あったじゃない。ああ、懐かしい。今でもある。いや、分からん。でも結構、閉店しましたよ、ね。あそこ、行ったことある。あるあるある。あれは、肉が何？グラムで何グラムで。で、大体どれくらい頼むの？ 200。300以上。300以上って、ハンバーグ2つぐらい。分かんない。私、ステーキ頼んでる。なんか、300は絶対。ステーキが大体180から200ぐらいだって言うじゃないですか。多くて。全然飲め。私は300にご飯を盛り付ける。でちょうどいい。でサラダとスープもつけ、ああ500だったら食べれない。いける。あ、1ポンドってあるらしくて、1ポンドって400かな。そうそう、いやいやいや、400いけるんですけど、うん、値段がめっちゃ跳ね上がるから300にして、ご飯の大盛りと、じゃあもう今日はご馳走だよって言ったらもう500、もう好きなだけ食べます。それ3時間食べ続けることで。そうです。じゃあまたその焼肉屋のことはまたご報告しますのでね。今度はもうサイちゃんが来るまで飲んで待ってるから絶対注文しないでください、ね、いや、キムチとかそういうのは食べてるよ。いいよ。でも私が頼む、そうか、自分が食べれる分だけ頼んで、はい、ね、ああいうふうにドーンとじゃなくて。いや、そうだよ、そんな何キロもやめてください。だからサイちゃん来たらサイちゃん食べたいもん頼むということにして、はい、はい、そんなこんなで食べ物の話ばっかしてますが、ね、クラシック、そのうちこれ音楽番組変わったりしてね。でも音楽と料理ってでも一致してるから、そう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 です、ね、そういうことですよ。だって高級料理の店行ったって何かしら音楽かかってるし、流れてる、下町の店でも演歌かかったりするじゃないですか。そうね、ということなので、はい、はい、じゃあまたです。消さないようにね、保存して。